トミー、これどうだ、分かると言ってくれ。ああ、大丈夫だ、分かるぜ。さすが春日さん、そこにラニモン。そちら行ってみねえと分からねえ。さん、お待ちしてましたよ。丘サーファー試乗されます？今はちょっと都合が悪くてな、また今度な。いやいやいや、この流れでそっち選択しちゃダメでしょう。お願いしますよ。すまねえ、都合ついたら来るわ。約束ですよ、死ぬまで待ってますからね。ここだ、一番クラブギルティ。ハワイの下品な店の中じゃ最高に金がかかるってところだよ。なんだそりゃ。ちーちゃんからだ。もしもし、俺だ。無事か、ちーちゃん。エジを探してたの。そうする以外したことを償えるやり方が思いつかなくて。見損なってもらっちゃ困るぜ。そんなことしなくたって俺らは。お願い聞いて。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥、ビップ席にいる。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか、わかった。ちーちゃんも中にいるんだな。なら俺らもすぐ行く。今度は俺らの番だな。エイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだ。ねえ待って、大丈夫なの？そんな簡単に私を信用して。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。なんか第五地区の中でもこんなやり取りした気がするな。ちーちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果がどうなろうが文句は言わねえ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。待ってるよちーちゃん、みんなで迎えに行くからな。聞こえたよってトミーに伝えて。ああ、じゃまた後でな。うん。Drop everything and scram。 やんのかこの野郎。全力でかまって。まだまだ現役よ。あ、Hey, it's Kasuga. How are you doing here? 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。The balls on this guy. Hey, fellas.Looks like we got ourselves a new punching bag. 待ってろよ、ちーちゃん。行くぞ！感じだな。Really pissing me off! さあ、でやりますか。ぶちかます！ビビってんのか？受けてみる！行くぜ、行くぜ。調子が出てきたな。
こっち。さて、高みの見物といきますか。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。みんな So、さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。受けてみな。うさ。はい。調子がいいぜ。うお。調子が出てきたな。よし、勝利。いや、すごいな春日さん。大したもんだよ。何をどこへやった。あのかどこにいる。残念、もう死んじゃったよ。はなんだと。てめえ嘘つくんじゃねえ。ああ、慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから、あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。せっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？ああ、気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。ちとせ、ちいちゃん。さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ。さあ今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。わかったわかった、まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるって分かったの。カバンに GPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた、こういう子なんだよ。人を騙すハメるがまあうまくてね。天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだわ。
なら改めてこっちから質問、ラニはどこ？まいったな。しとけって。まったく、人様に銃を向けるなんて、実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ、千歳。うっさい。バカ言え。こんな子持てたら親御さんは鼻高々だろうよ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとうな、ちいちゃん。一番。さあ、ラニを取り返すぞ。しゃあ。もうよ。あんなぎゅうぎゅうに縛り合って、かわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけど、お願い。なあ、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろう、こいつ。さっさと片付けて、ちゃんとした治療をしねえとな。なあ、よっしゃ、行くぞ。ラニは、クソ、待て、行くぞ。来いよ、エイちゃん。ラニを返しちゃくれねえか。まだエイちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありません？それ、あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただしこいつもセットでね。あ、ダメダメ、動いちゃ。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おい、やめろ、エイちゃん。その呼び方やめてもらえます？されやすいですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ、さゆりかさ。ラニちゃん、こっち。大したもんだ。
でも残念。ちいちゃん、ラニー、ちいちゃん、くそ、エイちゃん、ボンボヤージュ春日さん。